そろそろかな。ジョルノ・ジョバーナかい？お前とは初めてだよな、ジョルノ。俺のこと知ってるか？涙目のルカさん。何でも喧嘩の時ナイフを顔面に深々と突き立てられても戦うのをやめなかったとか、その後遺症のせいで傷が治った今でも常に涙目だとか。な、ここちょっと座んなよ。ここいいから座れったら。見上げて喋んの疲れっからよ。お前年いくつ？15です。 15? 若いね。なあジョルノ、いい友情関係ってのには3つの U が必要なんだ。3つの U。 1つ目は嘘をつかないだ。2つ目は恨まない。そして3つ目は相手を敬う。いいだろう、友情の3つの U だ。何か用でしょうか？話を今してんのはこの俺だ。誰が質問していいと言った、このボケが。最近お前空港でアルバイトしてるそうだな。うん？まだこの涙目のルカはお前からの敬いの献上品を送ってもらってないぜ。それじゃあよ、友情は続かないよな。ちょっと財布見せろよ。ルカさん、ジョバ代ならすでに払いました。金はないです。警備員にか？なこた俺には関係ねえんだよ。お、なんだこりゃ、家族の写真か？金はどこだ。ほら金だよ、財布出せよ。ルカさん、二度同じことを言わせないでくださいよ。払ってしまってないと言ってるんですよ。三度目は言わせないでくださいよ。こんのガキや！なんだその生き物は。戻ってきた。叩き落とせ。このカエルは関係ないんだ。叩き落とせだなんて。俺はおめえに命令したんだ。諸場代を払えとも言った。両方とも逆らうっつうんだな。この涙目のルカに両方ともノーっつうんだな。こいつは自分の意志を持っている生き物で自分で考えている。やめた方がいいです。叩き落とすなんて僕にはとてもそんなことはできない。てめえはもうやめろ。何もしなければ無害な奴なんだ。てめえはもうおしまいだ。やめろって言ったんだ。こいつはまだそれほど僕に忠実なわけではないんだ。こいつはただ自分の身を守ってるだけで、こいつにはこいつの命がある。こいつへの攻撃はそのまま自分自身への攻撃となり、命となる。そして三度目は言わせないでくださいよと頼んだはずだ。何度も言わせるってことは無駄なんだ。無駄だから嫌いなんだ。無駄無駄。